1>, 1月9日火曜日に TBSK で放送されるマツコの知らない世界新春2時間スペシャルに吉木、X ジャパンが出演番組の場面写真や放送内容の詳細が発表された吉木とマツコデラックスはこの番組で初共演が実現吉木は自身の追い立ちや波乱万丈の人生をマツコに語り尽くすまたマツコも 独特の視点でヨシキの素顔に切り込んでいく。音楽を作るからには聴いてもらわなければ意味がないという思いでヨシキが取ったロック界のタブーと言われる手段を選ばない行動や2回の首の手術を経て現在はドクターストップがかかっている過激なドラムパフォーマンスへの熱く強い思いと知られざる真実100年先にも残る曲を作りたいというヨシキの音楽哲学やマツコを痺れさせた。 紅白のステージへの思いなどが明かされる。さらに吉木は、ベールに包まれていたトシュルの洗脳事件についても、赤裸々に語るとともに、自身とトシュルをつないでいた、今は亡き秀を思って作られた、曲、ウィズというについて、ファンの間で伝説として語り継がれる映像を、交えながら、当時の心境を振り返りつつ語る。この他マツコが、新春から、爆食いする。 デリバリーグルメの世界や、老舗和菓子や、虎屋の裏側などを紹介する、ご三家和菓子の世界といった内容も放送される。